チーゲーミング。皆さんこんにちは、マーチーゲーミングです。本日もご視聴ありがとうございます。今マジでへこんでます。今顔にモザイクかかってると思うんですけど、モザイクの理由言いますね。なんかさ、今ロブロックスずっとやってきて、配信やってきて、過去一やばいことになっちゃった。みんなと遊ぶためにロブロックスに入ろうと思ったの。そしたらさ、今顔モザイクかかってるじゃん。これにはさ、重大な理由があって、モザイク外しますね。今マーチーの顔これになってんの。ねえ、ちょっと待って、これふざけてるんじゃなくて、これガチなの。マーチーって普段キュートなカジュアルっていうダイナミックヘッズを使ってたので、ダイナミックヘッズってさ、まばたきするじゃん、こうやって。だからさ、すっごい私気に入って使ってたので、今日も普段通りロブロックスに入ったの。そしたらキュートなカジュアルをつけているはずなのに、この顔になっちゃうの。えってなるかもしれないんだけど、これ本当なの？ってことで、今からこの珍事件が起こった時のことを動画に撮ってますので、ちょっとねその様子をご覧ください。待って、今緊急で動画を回しております。ねえ、キュートでカジュアルな顔に戻んない。ねえ、なんで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 。え、これはいけるのに。ねえ待って、今みんなで8時半から遊ぼうって言ってたの、顔が戻んない。え、なんでなんで。ねえ待って、え、なんで、え、なんで。ねえ待って、マジ、え、ねえクラシックマーチ、え、え、ねえ、え、何が起こってんの。ねえどうしよう、戻んない。ちょっとみんなにどうしよう、キュートでカジュアルな顔が使えない。顔が戻らない。顔が戻らないの、あたいの顔が。マチコメイクしば、いやマジで美人だよね。いや、え、どうしようどうしよう、マチコこれはドアーズハードモードの呪いです。どうしよう、ね、そう、なんかもうスピナーでくりくり回ってるとこじゃない。もう顔戻んないのかな、顔、顔戻んないの、このまま。キュートなカジュアル気に入ってたのに。マッチーで行くしかないんじゃない？顔隠してくれてる。顔隠し、顔隠してくれてる。バグじゃない？バグなの？これ戻る？ちゃんと。え、これもしかしてみんなドッキリだとか思ってないよね？もしかしてドッキリ？いや違う違う違う、なんかただのバグなんではないって言ってんのかな。そうかな。最初ドッキリかと思った。マチさんはただのバグだと思う。プロフ画像普通だと思う。違うの、さっきプロフ画像見たらこの顔に変わってた。え、だってほら。マチ、え、もうもう戻れないの。え、この顔は、え、待って、なんでどれにしてもさこれになっちゃう。え、ねえキュートでカジュアルなくなったわけ、ほら。ムッチーは？ムッチーでもいいけど、あ、クラシックならいいってこと？え、全部これになっちゃう。呪いにかかった。これガチだね。え、でもなんか口はさちょっとニヤってしてんの、ほら。だからなんか面影あるよ。これは？これはいいんだ。これは顔あれだもんね。マジ？え、なんでなんで、東京タワーの呪いとかで変な動画出してたから。フェイスフェイスってことで、今回はマーチの顔が呪いにかかりました。ガチでこれはちょっとショックすぎる。もうダメ、なんか、あ、もうダメ、なんかこれ戻んなかったらもう本当にやだ。ねえ、もう頭おかしいことすんのマジでやめてほしい。信じられない、もうムッチーで行くしかないじゃん、しばらく。ムッチーとどっちがいいかな、なんかショックすぎてちょっと言葉にならない、ショックすぎる。え、もうバカじゃん、もう。ってことで
ドアーズクリアしたわーいって今日思って動画出したんだけど、その後こんなことになっちゃってちょっと立ち直れないですロブロックスいい加減にしな、ロブロックスふざけんなマジで、顔返しなマジで、あれお金払ってるしね、あたいの商売道具だったの、もうあたいの、動画は動画に出そうかなと思います。まあ動画かなんか分かんないけどな、何かしらの形でお伝えしようと思います。もうマジでやめて、もう本当に。はい、ってことで、あのマーチの顔のバグについて見ていただきました。いかがだったでしょうか。一晩経ったんだけどまだね治ってないので、ちょっとまだね不安ではあるんですが、このアバターのマーチって中の人にそっくりに作ってあるの。髪型私いつもこんな風に結んでるわけじゃないけど、斜め前髪のロングで肌の色とかもなんか似てるし、丸顔のところも似てて、本当になんか自分の分身だと思って動かしてたの。この顔を否定するわけじゃないけど、この顔は私じゃないのよということで、早く元に戻る日を祈ってくださいというわけで、今日もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。